これ第1回目から出てるんですけど、身の丈に合わないという部分があったんですが、実を言いますと、数字的に言いますと、この病院の一生あたりの建設費というのは3700万円です。自治体のですね、本体工事費、総事業費、どっち？医療機器を除いた部分です。建物。本体工事費？建物です。本体工事費が3700万円とおっしゃったのね。一生あたり3700万円です。で、民間に対してはそうだと思いますけれども、例えば新築の自治体病院の平均は3900万円という形になっておりますので、もちろんだからいいというわけではありませんけれども、必ずしもその身の丈が高いというものではないということであってですね、要はその後の経営努力の部分というのが足りなかったというふうに思っています。それから改革プランにつきましてもですね、確かにエネカイとお持ちのようなこともあるかもしれませんけど、現実に改革プランの260人を超えてるわけです。ということは、要はそのやり方とかそこら辺により厳しさが足りなかった。ここのところは十分認識しないといけませんと思いますが、そういった。じゃあ、先生に出てたように、繰り返しますけど、特定の資金が高くなって、病床料金が高くなった。でこれはもう、圧倒的にテンションが高くなって、意識変革が起こりつつあるというと。ただ、中部病院と長いことやってきましたので、よく身に染みて分かってるんですけれども、これが通院生産者に判定されないというのは、せっかくの職員の意識が空回りしているということです。で、これは継続が不可能なんですよ。せっかく上がった職員の意識を、この経費管理がきちんとしなければ、途中で水をぶっかけて冷ましてしまうということです。だからこれは早急にやらなければいけないことなので、小山先生がおっしゃったように、その半年後にどうこうという話ではないんですね。で特に税金みたいなのが多くてですね、スタッフが働いて業務量が拡大すればするほど経費がかさむような仕組みというのは、これはほとんどもう最悪なわけで、働いても働いても楽にならないわけです、これだと。でそのギャップをどっかでとにかく転換しないとダメですので、それも時間がないのですね。だからもうできてしまった病院に今からその医療当たり投稿って言ってももう始まりませんので、スタッフの努力がですね、とにかくこの損益計算に反映されるような仕組みを短期に作らないとダメです。それは経費の管理がおそらく一番大事なことだと思います。それから誰も言いませんから言いますけれども、人件費のカットは不可避だと思います。スタッフがそれを労組が今それを受け入れてまで耐え忍ぼうとしている今この時期に やらなければ、そしてちゃんと黒字化して病院の建設ができたら堂々と給料を上げてくれと言うべきです。でそのような計画をともぜひ先に作っていただきたい。特に職員の意識が空回りしている時間が長くなれば長くなるほど病院は崩壊するのです。でそのことはやっぱり危機意識をとても高く持たないと、職員の危機意識が高いのに対するレセプトがないとですね、もう目いっちゃうのですね、スタッフは。そこのところにやっぱりきちんと用を用いてほしいと思います。院長そのためにとても高いな努力をしてますので、そのことに何とか応えてやるようなその警察官をしていただきたいと。せっかく職員が頑張ったのに他の業種だけがみんな儲けて持っていってしまうというような仕組みと同じように思われてしまうかもしれない。ぜひお願いします。で追加して具体的に言いますとね、例えばその薬剤師の給与総額といってきちんと申し上げていますが、11ページの5ページ目11ページの5枚目にありますが、薬剤師の給与総額がこの東北地方の水準に比べて、高い。で、大体900万から1000万の人が5名いるというわけですよ。山ほど出てる調剤薬局の薬剤師は一体いくら取ってるんだと。こういうことになるわけですね。それで、平均的にも高いんですが、この人数の問題でね、医薬分業して、ここの薬局見たら、もうほとんど、働く場所ないわけですよ。遊んでるってわけないんだけど、まさにチーム医療をね、率先してやれるような体制にした方が僕はいいと思うんですよ。だから投薬指導だとか医師をサポートするようなね、
まあ、仕事に使うと。でなぜ医薬分業したときに、調剤薬局に転籍させなかったかという問題、過去のことは責めませんから、もう話にならないですけどね。で、市長、副市長に申し上げてきますけどね、もうちょっと正確な認識が必要。建設単価本体工事3800万はとんでもないんでね、小山田に言う通り、直近の話で言いますとね、東京の近くの上野原市民病院の設計プロポーザル、業者設定を選手しました。私が委員長、委員ですがね、石本建築以下、超一流の建築会社が1200万でできると、本体工事。ホームページに全部出てますよ、一生あたり。ですから、小山田委員が言ってることは事実なんでね、当たり前ですけど。ですから、1200万までは、まあ、病院が稼いで払うべきでしょうと。まあ、例えば、まあ、見てください。そして、10社ぐらいの鹿島以下ね、大勢以下、1500万で一生できると言ってるのを、建築会社が実名で出してるんですよ、今。もっと下がるかもしれませんよ、今。だから、せいぜいそのくらいの中で経営をやってなきゃならない。で、証拠資料はそこに出てますから、そこで病院特別会計はきっちりね、この間説明した資本会計やらないと、クリアインが言ったように手遅れになるでしょうと。ただ、各職員の方もね、最初クリアインが言って非常に問題なんだけど、退職金2000万の人が20人払ってると。お医者さんは何人、そういう人たちのために働いてるのことになりますからね、一時退職金はね、留保してでも資金繰りを払うにしてもね、勘弁してもらうと、分割で払うとか、北海道拓殖銀行は倒産したとき、退職金ゼロなんだから、いきなり倒産するとね、だから民間の方は、公務員のはそういうことできないが、今、病院が倒産して、まあ、今日、夕張の本を読んできましたけどね、村上、氏の、まあ、逃走記を飛行機で読んできたけど、ああいうのを読むと、涙しなくちゃ読めませんよ、すべての職員がもう退職金も出ない。そういう状況で給料10万円台で市の職員が働いてるっていうのは夕張市じゃないですか。だから今退職金を1人2000万で1億から2億ぐらい多いという退職金のためにね、この病院を潰すのかと。ですからどんなことがあっても委員が言ってるように資金収支は黒字にしてもらいますと。1年間で無理だろうというのは、ああそれはまあそろそろ閉めるつもりだなと思っちゃいますよ。本気であればですよ、お金出ませんからね、民間だったら必死でやりますよね。ですからその気概が必要ですから、副市長は民間から来た割にやや最近公務員寄りになってるのを注意してください。副市長、やっぱりその